牧原さんがね、あの有罪判決を受けて、まあ、活動休止発表したってことなんですけど、2月でしたっけ、覚醒剤で取締法で逮捕されて、まあ、一応判決懲役2年執行猶予3年の有罪判決ということで、ちょこちょこね、最近またちょっと薬で捕まる芸能人というか有名人とか著名人が増えてる、まあ、名前もないって言ったら失礼なんですけど、地下アイドルの子とか売れてないアイドルの子から、なんか人材余ってないですかとかたまに LINE 来たりするんですよ。睡眠剤とかをすごいなんか大量摂取してる若い子がすごい多いんだなと思って。本当に眠れないじゃないですか。眠れないのか、なんかでも本当に飲んで、お酒飲んで、その眠剤飲んで、もうおかしくなって逆に寝れなかったり変なことしてたりするらしいんですよ。で、でなんかもう病院とかで処方されなくなってくるから、代わりに行って、もらってきてちょっと高く買いたいですとか相談されたりして、全然普通に見えてた子でもこんな眠剤とか大量に飲んだりしてるってなったら、結構やっぱ薬ってもうなんか普通になっちゃってるのかなってなんか思っちゃったんですよね。指定薬物みたいな、この麻薬としてね、指定されてるものは、まあ、難しくなってくると結構いろんな抜け道探したじゃないですか。昔ではあの咳止めとか、そうですね、飲んでね、そういうので考えられますよね。今度こういう薬を試す人がいるんじゃないですか。こういう薬と酒飲んでみたら、まあ、鎮痛剤とか、そうですね、精神安定剤とお酒一緒に飲むとなんかすごく肺になったりするとかっていう。ダイエットから入る人も多いですもんね、女の子なんかだとね。私の知人もまさにね、いわゆるグラビアとか、あとまあ水商売の子とかもそうですけど、なんか痩せダイエット苦しんでる子が、なんか一個痩せられる薬あるよってなんか言われてね、最初騙されてみたいなありますもんね、昔からね。そう、あれでも痩せるっていうのは単にそのダイエット効果があるわけではなく、多分食べなくてもいい、飲まなくてもいい、寝なくていいみたいな、寝なくていいって、当然体が蝕まれていくから痩せるわけで、まあ、コロナの影響もあって結構芸能人ってあんま外よりもなんかホームパーティーみたいなのが流行ってるみたいで、まあ、本当に部屋でお酒飲みながらゲームやったりとか、あの張り込みやってる週刊誌の記者に聞くと、本当あの取りにくくなったと。結局仕事場と家の往復しかしないっていう、どこにも出ないっていう人が多くなったっていう。で、まあ、そういうホームパーティーとかだと、まあ、みんながみんなやるわけじゃないですけど、まあ、やりやすい環境ではありますよね、そういうドラッグとかに関しても。なんか浦さんなんかないですか。まあ、前からずっとっていうのはねありますけど、女優さんとかね、あと某ダンスグループの人とか、まあそれ噂だけはだとこう何年来てますよね。最近このコロナになってから新しく聞いた人ってそういえばいないなと。いないですよね。売人も動かないですから、コロナ怖くて。でも逆にこういうなんか社会不安がある時だからこそ、あ、売れそうな感じはありますよね、ちょっと精神的に、精神的に、ね、なんか安定するために飲むみたいな方はいそうですけどね。